ハロー YouTube、今日はですね、GoTo トラベル、一時的に年末年始中止にするという話題についてお話をしたいなと思います。そもそもこの GoTo トラベルという施策なわけですけれども、まあ当然新型コロナウイルス騒ぎで、まあ一番影響を受けている業界の一つが、この観光、まあ旅行業界だというふうに言われております。こちらの人たちというのはですね、もともと政財界、まあ特に政界との結びつきが非常に強いです。地方選出の国会議員の人たちが、例えば政治資金パーティーをやったりとか、まあ、地元のね、有力者の人たちとの会合なんかをやったりするのも、その地元のホテルだったりとか、まあそういった観光業界の人たち、やることが多いので、まあ皆さんご存知のですね、二階さん、自民党の二階さんのような人たちが、ものすごくそういった観光業界、旅行業界とのつながりがものすごく深い人たちであると。なので当然のことながらですね、第一波が終わった後ですね、経済回復させるために、補助金を使って、みんなに旅行させましょうよという施策が出てくるのは、まあ、これ当然のことですよね。で、まあ、単純に直接給付をするとですね、まあ、お金、まあ、割と、まあ、溜め込んでしまう人が多いといいますか、今後何が起こるかもしれないので、お金を溜め込んでおこうという、お話になるので、じゃあ10万円配っても、じゃあ10万円分みんなが使ってくれるかというと、そういうことはなかなかないと。まあ、下手すると半分以上、タンス預金になっちゃうかもしれないということでですね、実効性がある経済刺激策ということで、GoTo トラベルのような施策は考えられると思います。まあ、つまり、半分は補助しましょうよと、残りの半分は出してくださいねとか、まあ、2万円まで補助しましょうとか、まあ、なんかそういうようないろいろなですね、施策をすることによって、まあ、実際に投じた金額の何倍もの経済効果を狙って、こういった施策されると思います。もちろん、まあ、それに対する批判等もあると思います。旅行業界は政治力が強いから、そういった政治的に、お金を使って、救済策が打たれたんだと。まあまあ、それはその通りですよね。まあ、でも政治力が強いことは別に悪いことでも何でもなくて、それは業界のこれまでの努力だったっていうことなわけですから、まあ逆に飲食業界なんていうのはですね、政治力が弱いので、GoTo イートっていうのは GoTo トラベルの何分の1の予算しかつかないという結果になってしまっておりますと。で、そんな GoTo トラベルなわけですけれども、まあ各地で、特にですね、大阪だったりとか、まあ、北海道の旭川だったりとか、そういったところでですね、医療崩壊が起きて、その結果として、まあマスコミや世論が GoTo トラベルをやめた方がいいんじゃないかみたいな圧力がまあかかってると。で、これがですね、まあ自民党内のお話がまたこれが面白くてですね、菅さんね、ニコニコ動画の、配信でガースーですなんて言っちゃって、まあ、それを見てた人たちに大受けだったらしいんですけれども、まあ、それの一部を切り取られてですね、こんな大変なこと、ね、起きてるところでガースーですなんて言ってる場合じゃねえだろうみたいな、まあ、アホみたいな、よく野党がやりそうなですね、批判が起きてて、なんというか、レベル低いな、どっちも、どっちだろうみたいな、本当くだらねえな、お前らっていうような、騒動が起きてたりとかするんですけど、いやいや、僕もなんか、よくわかんないテキーラ騒動に巻き込まれて、なんか、なんで俺、その場に同席したわけでもないし、三本くんがテキーラ飲んでる現場なんか見たこともねえのに、なんかお前は知ってるはずだとか、わけわかんないよ。お前らの妄想で物言ってんじゃねえよ、みたいな話なんですけど。まあ、そんなことでですね、巻き込み事故なんか食らってたりとかするわけですけど、まあ、菅さんもね、本当、民度が低いと悲惨ですね、本当に。まあ、いいんですけど、まあ、一生懸命頑張られてるんでしょうね、ということで、菅さんがですね、まあ、戦ってるものというのは、実は結構既得権益、自民党の既得権益と明確に戦ってることがですね、まあ、ここ、もう総理に就任してからの数ヶ月で、どうやらバレてきたようで、二階さんとか麻生さんのようなですね、自民党の、まあ、主流派の、重鎮たちが、菅はやばいと、
あいつを首相にして、ずっと首相にしてたら、これは大変なことになるということで、今すごい巻き返しが来てるわけですね。なので、最初の頃ですね、菅さんのことをその悪く言う人ってあんまり、いなかったと思うんですけれども、ここに来て、本当ガスですって言ったぐらいでですね、わーっとこう集中砲火が来るのは、これ、おそらく自民党の支給派の人たちが慌ててるんだと思います。だから、GoTo トラベルにしてもですね、もちろん景気刺激策ではあるんですけれども、まあ年末年始はおそらく、その、GoTo トラベルやらなくても、それなりに経済動くだろうと。移動したい人はどうしても移動しちゃうので、そんなに景気刺激策を取らなくても、それなりの売り上げが立つんじゃないかというふうに予測をして、GoTo トラベルを、止めてしまったっていう可能性もまあまああるなというふうに思っております。つまり、旅行業界、まあ、応援派というのはどっちかというと二階さんなわけですけれども、その二階さんと、まあ、反目してる可能性というのは結構今回の件で出てきたのかなというふうには、思っております。まあ、それ以外もですね、携帯電話のね、料金引き下げに関してもかなり踏み込んだ発言をしておりますし、様々な分野でですね、規制改革に、こう舵を切り始めたので、割と自民党のその菅さんを知った人たちもですね、あいつはおとなしいと思ったのに、なんだこりゃと。おそらく相当前から周りに気づかれないようにですね、相当周到な準備をしてたっぽいんですよね。なのでこういったところでですね、例えばドコモが、アハモっていうサービス、まあ、禁じ手のサービスなんて言われておりますけれども、そういったサービスを始めて携帯電話料金をですね、大幅に下げてきたりとかですね、まあ、最大手のドコモが、行ったので、ソフトバンクだったり au だったり、そういったところも追随しますし、まあ、新規参入組の楽天なんかも苦しいと思いますけれども、もうここまで来ちゃった、乗りかかった船、最後まで行かなきゃいけないんでしょうがないと思うんですけれども、こうやって携帯電話料金を下げたりとかして、まあ、民意の支持を取り付けた上で、次の総選挙を臨もうというふうに考えてるんではないでしょうか。ということで、GoTo トラベル一時休止というのはですね、こういった政界のですね、さまざまな思惑が複雑に入り組み合って生まれた産物なんではないかなというふうに考えております。ということで、いってらっしゃい。はい、私ニコニコ動画でブロンバーガーチャンネルっていうのやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブロンバーガーチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。 No, no, no telephone